え皆さんこんにちは運の和夫です。えー、今日はですねコブハサミ虫が子育てをするというそういう話です。えー、コブハサミムシっていうのは成虫で越冬します。それでちょうど今頃っていうか1月末からまあ、地域によりますが2月ぐらいに、えー、河原とかですね、えー、山際の石を起こすとですねその下に 卵を守っているメスの姿を見ることがありますえこれは今そのコブハサミムシのお母さんがですね卵を一生懸命なめたりえこれはですね並べ替えてるところですねこれは僕が自分ちょっとねいたずらをしてずらしたので、えー、もういっぺん固めていると。でこういうふうにはちょっと動くとですねどうしてもえー 卵にねねゴミがつきます、ね、今卵にゴミがついてるのが左側の方わかると思いますが、えー、こういうゴミもですね一生懸命舐めてですねきれいにするんですねですごい献身的な、えー、作業を行いますこれ卵を変えるまでにまああのー、気温とかそういうのにもよりますが結構長い時間かかるんですね1ヶ月弱ぐらいかかることもあります、えー、そしててやがて、えー、卵に えー、カサンムシのね目が見えるんですね。そうするともう幼虫が孵化してくるのが、えーま、もうすぐということですね。今はもうハサンムシの向こう側になんかちょっと動いている、えー、虫がいますが、これがコブハサンムシの幼虫ですね。えー、卵からあのし孵化して、えー、出てきたところですね。ガラス細工のような半透明のとても綺麗な、えー、幼虫です。 これ今孵化してるところですね。もうガラスダ工みたいなような感じですね。もう透明で、えー、本当にね、もう触ったら潰れてしまいそう。ハサムシのお母さんは、えー、海外シクですね。他の卵の世話をしています。えー、帰った幼虫はやがて歩き出します。まだちょっとね、よちよち歩きという感じです。 この幼虫、数十冊とこう黒く色が変わってきます。たくさん幼虫が生まれてきました。お母さんはまだね、帰ってない幼虫に早くタバゴにですね、触って早く孵化しないかなというふうに促していますね。ちょっと皮なんかもね、なんかかじって孵化を手伝っているようにも見えるんですが、ちょっと詳細には、 わかりません。この後、すごいことが起こるんです。数日経つと、ハサミ虫の母さんはそのままじっとしています。そこにふかして黒くなった幼虫がですね、群がって、なんと母親を食べてしまうんですね。自分の亡骸を子供に捧げるという、献身的というかですね、かなり、えー、すごい、えー、行動だというふうに、 思います。